相鉄直通で新しくできた羽沢横浜国大駅に行ってきました。電車は20分ぐらい待たないといけませんね。この相鉄の車両、青くてめっちゃかっこいいような気がします。改札内に入ってきたんですが、まあほとんどの人がいないですね。外観はこんな感じですね。僕はこの外観はね、好きですね。それにしても人がいなさすぎますね。相鉄直通の時はかなりの人で混雑が激しかったのに、ちょっとびっくりしました。まあ記念ということで、まあ入場券を買いたいと思います。羽沢横浜国大駅を撮影してきましたが、まあほとんど人がいないですね。もうこの駅使われていいのかどうかも微妙ですが、しかも羽沢横浜国大ということで、横浜国立大学の最寄り駅なんですが、横浜国立大学にはなんとちょっと時間がかかるということで、ちょっと不便なんじゃないかなと僕は思います。ということで、これからこの電車に乗って帰りたいと思います。